ちの本には三振とは動作の後の美しい余韻のこととあります。武士道伝には動作の後にも相手を尊重すること、また思いやること、なんだか読めば読むほどわからなくなってきました。あ、もうこんな時間、早く寝ないといけません。明日のアジサイ散策は皆さんに心配をかけないようにちゃんと気持ちを切り替えなくては。着いた。着きましたね。はあ、すみません、つい。イブのあくびかわいい。あ、今のシャッターチャンスだったかも。ねえ、もう一回お願い。サーヤさん、恥ずかしいです。カメラを向けないでください。サーヤちゃん、カメラの趣味続いているみたいね。はい、今日もいっぱい撮りますから期待しててください。サーヤのカメラ本格的だね。私も写真いっぱい撮るから後で見せっこしようね。いいね、楽しみ。でももうちょっと晴れてた方がいい写真撮れるんだけどな。そうだね、でも今日は雨の予報だし、まあ仕方ないよ。イブちゃん、電車の中でもあくびしてたけど昨日はあんまり寝られなかった？実は昨夜も三振について考えてしまって寝不足なんです。それわかるな。悩み事があると夜中ずっとぐるぐる考えちゃったりするよね。私なんてこないだダイエットするって決めた日に新作のコンビニスイーツ見つけちゃって、食べようかどうしようか一晩中そのことで頭がいっぱいだったよ。で、結局食べちゃったって。それはいいの。つまり悩みは一旦置いといて楽しもうってこと。つまりかどうかはわからないけれど、ひまりちゃんの言う通りね。せっかくの機会だし今日はリフレッシュしましょう。そうだね、今日くらいのんびりしてもいいと思うよ。皆さん、お気遣いありがとうございます。そうですね、今日は一旦忘れて楽しむことに集中します。それじゃあ早速行こっか。で、お、あれ、あら、降ってきちゃったわね、雨。あ、ほんとだ、雨のアジサイ散策か。で、なんか逆に季節感あっていい気がしてきました。確かにそうね、雨に濡れるアジサイ、情緒があるわね。それにみんなちゃんと傘も持ってきているし。私もお気に入りの傘を持ってきたので大丈夫です。わあ、イブちゃんの傘おしゃれな和柄だね。ありがとうございます。蛇の目模様の傘なんですよ。おろしたての新品です。わあ、カノンさんのレインブーツもかわいい。クラゲのワンポイントが超いいですね。お店で見かけて思わず買っちゃったの。早く履きたくて今日雨降らないかなって楽しみにしてたんだ。わかります、そういう風に雨を楽しむっていいですよね。せっかくの傘もブーツも雨が降らなきゃ出番がありませんし。そうですね、きっと傘もブーツもいざ初陣と張り切っているはずです。そうかもしれないね。ねえねえ、そうよ、集合した時から気になってたんだけど、その袋何？あ、これみんなで食べようと思っておやつ持ってきたんだ。楽しみにしててね。
それじゃあ、アジサイ公園に向け出発。公園までの道のりはスマホで調べてきたんで、私についてきてください。はい、いざ出陣です。神秘的だね。そうね、雨に濡れたアジサイがなんだか生き生きして見えるわね。サーヤちゃんの言う通り、雨の日だからこそ感じられる季節感ね。そう言ってもらえてよかったです。それにしてもすごいね、アジサイ公園っていうか、もはやアジサイの丘って感じだね。ね、そこの看板に書いてあったんだけど、この公園には1万株100種類のアジサイがあるんだって。1万株？それは途方もないですね。アジサイってそんなに種類があるのね。あと園内でいろいろ催しがやってるみたいだよ。アジサイの苗木の販売とかお菓子とか売ってるって。へえ、苗木の販売なんてあるんだ。お土産に買ってったらアリサ喜ぶかな。アリサさんきっと喜ぶと思います。後で販売所に寄ってみましょう。ねえねえ、丘の頂上にある池がすごい綺麗ってホームページにあったんだ。散策しながら丘を登ってみようよ。